台風や豪雨などの極端気象を制御する。ムーンショット目標8では2050年までに激甚化しつつある台風や豪雨を制御し、極端風水以外の脅威から解放された安全安心な社会を実現することを目指す。気象学的アプローチ、工学的アプローチ、影響評価、ELCの4つの研究開発項目から、気象制御理論の構築、気象制御技術の研究開発を進めるのは、ムーンショットの研究者、筆安弘典。台風の研究をやってると、自分でこうシミュレーションや研究や、まあ、いろいろ新しい知見を作って、台風がこういう現象だっていうのが分かってきた気になっていたし、自分の研究がうまくいってるようには思ってたんですよ。なんですが、令和元年房総半島台風の時に被害調査に行かせてもらったんですけれども、ここまで実は建物があったんですよという建物がいっぱい潰れていて、佇んでる人とかもいて、僕が博士課程の学生の時、20年前に見た台風の被害を令和元年に見たその風景が全然変わってなかったんですよね。自分の研究が世の中の役に立ってないっていうのをすごい目の当たりにさせられていて、で毎年毎年こういう思いをするんだっていう、すごいこの、敗北感を感じてた頃だったんですよね。新しい未来を作るっていう、まあ、大きなテーマ、台風の制御の研究をやりたいっていう提案が通って、いよいよ今までとは違う研究を始める、本当にこれが世の中に届くかもしれない、届かなかったら本当どうしようっていう、半分喜びと半分ちょっと使命感みたいなのと、まあ、それが入り混じってました。我々は今シミュレーション上でどうやったら台風の勢力が弱まるかっていうのを、まあ、いろんな形で介入してやってます。例えば航空機で近づいていって化学的な物質をまいて雲をより発生させやすくして台風の勢力を弱めるっていうやり方もあります。もう一つは船ですね。それは周りの海から発生した水蒸気って、台風にとって言えばエネルギー、車でいうガソリンみたいなものなんですけど、船の砲棚を立てて抵抗をつけて風を弱める、ガソリンが注入されるのを少しでも弱めようっていう作戦です。船が何隻もあって、で風を弱めることができたら台風はどれぐらい弱まるかっていうことを、まあ、シミュレーションの方でやっています。その工学的アプローチの一つが三井木先生のところで、三井木先生は船舶の研究者なので、船を使ってどれぐらいの風を受けたら船は動いて風を弱めれるかっていう話を水槽実験などでやっております。台風の環境下を想定して波と風を起こして、その中で、まあ、台風に介入するための船がきちんと転覆せずに動作するかというのを確認する実験をしています。基本的には船が風の力を借りて進んでタービンを水中に仕込んでおいて、それが進んだら勝手に回ることによって発電するというふうな形、エネルギーを奪うということは制御にもつながると考えているので、実際それをどこまでできるの、エネルギーを奪うという行為をどこまでできるのというのを私が担当しているという形になりますね。頭では当然分かってて、まあ、できるでしょうという魂胆が あって実験は始めてるんですけど、実際見るとあ本当にできそうな気がするっていうのが分かるのはやっぱ楽しいですね。人から見れば無謀だっていうのはよく分かるんですけれども、まあそこを決めるのは自分たちで決めればいいと思っていて、可能性を探している研究なので、やっても意味ないよって思ってるメンバーはいないと思います。ムーンショットのプロジェクトで他の今までやってきたプロジェクトと大きく違うのは、もういろんな分野、いろんな専門の先生方が集まって一つの大きな課題を解決しようとしているところです。影響評価チーム、これもすごく大事なチームで、もし台風制御ができて工学的な方法でできたとしても、本当にそれがどれぐらいプラスになるか、被害が抑えられるかまで見積もらなきゃいけない。工学的アプローチで考える手法っていうのもコストがかかって、そのコストを上回ったメリットがないとやっぱりやってはいけないんですよね。 ELCチームは笹岡さんを中心に台風制御への対応を考えています。 E は、まあ、英語で言うとエスカル、倫理に関するもので、 L がリーガルに関するもので、まあ、主に私みたいな法学系の研究者がそれを研究してます。で S っていうのがソーシャルで、まあ、その倫理的、法的、社会的なインパクトが何なのかっていうのを把握するっていうのが、まあ、私たちの研究
の役割になります。もし台風がまあずれたりすると当然日本以外の国にも影響がありますので、当然日本一国だけの問題じゃないのは明らかです。こういった技術を導入するときに日本の特定の地域の防災のために使いたいんだっていうことが国際的に納得できるかっていう問題提起をまずしないといけない。でまた他国を巻き込んで行う以上は他国にとっても利益があるような形でシステムを導入しなきゃいけないっていうことで、自然現象の規模に応じた国際的な枠組み作りが必要だと思います。ムーンショット台風制御っていうのはもう2050年を目指しているので、僕一人でできる研究じゃないんですよね。僕の次の世代、もしかしたらその次の次の世代の人たちが入ってきて成就する研究だと思います。今まではやっぱりプロのメンバーばっかりだったんですけれども、学生も入っています。彼らはもういろんなことをいろいろやってくるんですよね。で僕がそんな無に決まってるじゃんってちょっといつもなんか頭でパッと考えて言っちゃってたんですけれども、もう彼らはそれをもうやって結果をも出してくるので、だから今ではまあとりあえずやってみろっていう返事にしています。大事なのは動くことで、動いた結果また考えればいいっていう感じです。普通は研究っていうのは研究計画書を書くんですよね。それはもうすでに挑戦じゃなくなってきてると思うんですけども、一つの大きな問題、そこに向かってもういろんな研究を同時並行でやってるのは今までない挑戦だと思います。大きく舵を切るなら今だ。まだ僕も40代なんで頭も体も動くと思っていて、今しかないと思って大きく覚悟を持って舵を切りました。それでムーンショットが今そういう覚悟を持ってやってます。